はい、えー、方形波をどうやってアステトに当てるかという作成方法と、そのフーリエ解析についてやってみたいと思います。まあ、制限波一の基幹数方形波を考える場合に、えー、2π 分の2の一周期にわたって fθ のサインの奇数倍の、は調、い、波ということで、n をインテジャーとしてやると、 この計算をすれば、スペクトルが求まることになって、えー、それの方形派と三、正弦波と三角波というのがここに書いてあります。で、まずこの10個のスペクトルによる合成波形に対して、これを計算してみると。そうすると、シンボリックな 答えは結局積分のままなんで溶、えー、けておらずうんそれをイコールで評価した値はちゃんと溶けていてまあここが10個までと指定してあるんで、えー、11番目と12番目は、えー、ないということが奇数・好調について分かりますと。<laughs> いうことで えーまあ、ここまでは、ここがシンボリックにうまく解けないということが分かって思います。しかもめちゃめちゃ時間がかかります。結局解けないと。で、次の作戦で、サインのサインシーターとやってやると、やっぱり完璧な方形の形は出ますけども、えー、同じようにしてシンボリック演算は特にできなくて、数値計算エンジンは解けると。 で、時間かかるってことになって、グラフは書けるけども、えー、数値計算エンジンでは解けるけども、シンボリックな評価はできないと。で、その次に if 文を使って、えー、ここがちゃんと0になるように、その他は先のサインサインでやってみても、今度はシンボリックのここ自体ができないんです。 でも、計算はできているということになります。プログラミングを使ってやっても、同じようにして、えー、シンボリック自体が条件式を評価できませんというエラーになってしまいますけども、数値計算エンジンはちゃんと受けて、プロットもできると。まあ、プロットは数値計算エンジンがやっとるので、この辺は当たり前と言えば当たり前です。で、じゃあ、方形派はどうすればいいかというと、 対価段関数を使って、えー、1上がって、2下がって、1戻るという、一周期分を定義してやって、同じ売りエクの奇数個あ、奇数倍の制限配送のスペクトルを求めるやつでやると、完璧なあスペクトルが、奇数分の1の π 分の4ってやつが求ま,まってきて、もちろん数値計算エンジンは大丈夫です。 というんで、これが正解ということになります。ちなみに、ただのサイシーターとして、えー、シーーがプラスなら1、シータがマイナスならマイナス1にして、この積分範囲をマイナスから π と、0から 2π の話にマイナス π から π というふうにしてやると、これでも完璧なシンボリックなフーリエ級数とグラフが かけますで、if 文で同じパターンでやってみると、やっぱりダメで、えー、数値計算エンジンのみと。プログラミングもやっぱりダメで、数値計算エンジンのみということで、結論としては、この2つが正しく方形波を作って、かつそのフーリエ数がシンボリックにも、えー、数値計算 エンジン的に溶けるということになりました。はい、以上です。